こんにちは。5月のまだ連休真っ只中なんですけれども、今日はですね、ちょっとお出かけをして鹿児島まで遊びに行こうというふうに思っています。で、なんで鹿児島に行くのかって言いますと、堀田ディレクターがですね、今日はなんと、鹿児島の鹿屋っていうところでイベントをやってるってことで、音響のイベントなんですけども、ジャズライブのですね、夜のイベントがありまして、2日間 2days でやってるんですが、昨日も頑張ったってことで、今日もですね、堀田ディレクター頑張ってくるそうでございます。そこでそんな堀田ディレクターに突然会いに行って、おい頑張ってるかと声をかけてみようと、そういうわけで今から鹿児島に向けてお出かけしてみたいと思います。皆さん見えますでしょうか。堀田ディレクターのために何かしようとすると必ず不幸なことが起こるんですか。不幸その1、アクションカメラがぶっ壊れました。つきません。ランプもつきません。もう本当にあいつ貧乏神ついてんじゃねえか本当もうたまんねえ。さあ、鹿屋が見えてきました。もう間もなくね、到着ということですけど、堀田ディレクターは果たしてちゃんと働いているのか。もう少しで到着ですが、気持ちいいんだよ、ほんと。山が高くないね、あんまりね。高い山だとこう先まで見えないんだけども、やっぱこの辺来るとね、そんなに高い山がなくてむちゃくちゃ気持ちいいっす。さて、堀田ディレクター頑張ってるっていうことで、なんか怪しい飲み物を発見したので、こいつ、これと、それから普通にお茶ですね。お茶を、せっかくなので持って行ってあげようかと思います。炭酸持って行ったらね、もうほら何するんすかとか言いそうなんですけれども、まあ反応も含めてちょっと楽しみに、行ってみたいと思います。お、あちこち書いてありますね。アイフルホームイベント開催中。さて、間もなく到着なんですが、1階ですね。1階、今からイベント会場の前を素通りしてみたいと思います。働いているのかどうかそれで分かると思うので、ここですね、ここです。座って携帯いじってますね働いているのか、あれは。さて、イベント会場の金谷市に着きました。今から堀田ディレクターのところにちょっと差し入れを持って行ってきたいと思います。
あ、なんだあの顔。じゃあ働いてる？差し入れです。はい、あーどうも。動画でしか見ない。あーどうも。こんにちは。疲れた。いやーもう3軒もラーメン食ってきた。一人で来た。え、一人で来たよ。嫁ぶつくれてた。え、あんた人で金屋行くと掘った殺すって言った。どう調子は。なんやその顔、絶対やばい。えどう。あげるんすか。働いてます。はい、そういうわけで掘ったディレクター割と真面目に働いておりました。さあ、ホッタディレクターなんですけれども、まあ、僕も一緒に音響の会社をやっていまして、音響機材をですね、運んでいろんなところでイベントのお手伝いをさせていただいております。音響の仕事なんかもしありましたら、ぜひ何なりと教えてください。お手伝いさせてもらいたいと思います。ここまでです。さよなら。